3周年記念でね、もうちょっと買おうかな。温度計置いこっか。798円でも安くない？アマゾンだといくらあるかな。1485円。まあ安いか、半額だね。行こっか。はい、どうもこんにちは。今日はね、何かな、ちょっと大きめのやつがね、ソロモン諸島から来ました。もうこれね、1ヶ月半45日経ちましたよ。45日、ギアベスト遅い。いいじゃん、開けていきます、これはなんだっけな。あ、はい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 、これね、欲しかった。インフレサーモメーター、これ欲しかったんだわ。料理の時に、あー、ちょっと遅かったな来るの。これもうちょっと早く来ればね、唐揚げ温度測れたんですけど、電池入ってないの多分。絶対入ってるわけない。これどうやって開けるのかな。どうやって電池を開けるかが書いてない。全部英語だね。困ったな。0度から360度まで測れんの。プラマイ 1.5 っていうのはこれ誤差ってことかな。本当に360度まで測れんだ。じゃあ天ぷらとかはもう絶対大丈夫だね。あの天ぷらっていうか、その油の温度に関しても大丈夫ですね。あれ言っても200度いかないとか、そんなもんでしょ。180とかそんなもんでしょ。これどうやって開けんのこれ。あ、これかな。あ、すごい原始的。ここに入れて、あ、電池のサイズが全然違う。はい、電池を入れました。え、これでしょ、多分つくんでしょ。どれ、何、まあ外観はね、こんな感じなんですよ。こんな感じで、トリガーを押すと、まあ、つきますと。で、これでセッシーとカシの切り替えで、これでライトで、このボタンでレーザーが出る。レーザーが出るっていうのは、これは要は目標を定めるためのものであって、これで温度を測ってるわけじゃないっぽいですね。多分この中の何か、これ今つけてますけど、何かで測ってるんですよ。反射させてね。で、すぐ綺麗になってますね。で、これでまあ今20度って出てますね。で、これ手に当てると、はい、で、これつけたまんまこうすると、見えてるかな、33、20ね、というわけなんですよ。すごいね。これちなみに今ここ手のひらで35度ですけど、結構出てるの。これ下測ってみます。今下ね、あ、35度、あれ変わんないな。これマイナス50度までいけるみたいですね。マイナス50度から360度。これ値段考えたら、なんだかんだで使うことあると思うんですよ。これいいね。これいいと思いますよ、僕。安くて。ちょっと熱いやつ測りましょう、熱いやつ。ちょうど今ですね、卵焼き作ろうかなと思ってるんですけど、
まずオンにします。で今レーザー照射モードにして、これが摂取だからですね。見えますかね。22度24度、ちょっと高いかな。もうすでにフライパン加熱してましてね。23度。ちなみに汚いんですけど、です、手を測ると34。手を測ると34度。ステンだと真っ黒ですね。で、もうフライパンちょっと今ね加熱しちゃって、焦げが見えると思うんですけど、もうちょっとすでにね加熱しちゃってるんですよ。112度とか出てますね。106度。外すとこういう温度ですね。こう上がっていくと、はい。でちょっと今加熱していますね。上がっていきますね。どん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 上がっていきます。ちょっと卵を入れてみましょうかね。かばかりながら、ちゃんと測れてますね。素晴らしい。はい、というわけで、今回の、非接触サーモメーターいかがだったでしょうか。この7、800円でこれだけのことができるってすごいですよね。油の温度を測るだけでも使えると思いますし、結構ね、いろいろ使い方あるんじゃないかなって思います。まあ僕の感想としてはですね、ふっくらして美味しいかなっていう、そういう感想ですね。